バイク女子チャンネル。はい、皆さんどうもこんにちは、パルパルです。今回はですね、ペン入れしているところをお送りしますということで、最初はですね、いつものペン入れシーンを後撮りで撮ってみました。こんな感じで、机と椅子には座らずにだいたい書いています。結構意外だと思われた方もいらっしゃると思うんですけども、机と椅子に座るのがとても苦手なのでこんな感じです。はい、そしてここからが本編になりますね。今ですね、Photoshop というソフトでペン入れをしようとしています。で、下絵にしているのはもともと書いていたものですね。で、なんで今回書き直すかっていうと、ちょっと T シャツが線が、細い線が出るかどうかっていうのがちょっと不安になったので、皆様のね、手元に行ってから、この線なんか微妙じゃない?違くない?ってなるとちょっと悲しいので、できるだけ、現物と近く印刷できるようなデザインをしようということでですね、やっております。でですね、Photoshop って思ったように線が引けなくて、私の場合、漫画のペンとかの感覚とだいぶ違うんですよ。はい、なので、別のソフトにやってまいりました。こちらですね、コミックスタジオというですね、漫画用のソフトですね。で、こちらでですね、ペン入れをしていこうということで、またこの絵を持ってきてやっているんですが、ちょっとこれだとサイズがちっちゃかったら嫌だなっていうことで作り直しをしてですね、横サイズにしようとしていますね。はい、もう一度これで横サイズを作ってで OK。 はい、そしてですね、もう一度でですね、下絵を読み込んで、こちらを元にペンを入れていくのですが、なかなかですね、あれ思ったような線が引けないなみたいなことをまたやり始めますあ、めちゃめちゃ太かったりで、書き味をねこうやって調節するんですけども、最終的にはなんでね思った線が引けなかったかって、 G ペンじゃなくて丸ペン選んでたんですよ。はい、で、ペン入れスタートしました。こんな感じで、唐突に切り替わりましたね。このやらせ映像に唐突に切り替わりました。はい。まあでもやらせって言ってもね、普段もこんな感じで書いております。で、どんどん進めていきます。こちらはですね、762% の速度でお送りしております。で、もともと書き忘れてたベンチレーションじゃないや。顎の、風よけですね。それも書いていこうということで、ちょっとペンが入ってます。なんかね、細い線を引きたくなっちゃうんですよね、どうしても。あ、細い線引きたいなぁ、細い線引きたいなぁっていう欲求を、なんとか、捨てながらですね、煩悩をですね、私の欲をですね、書き消しながら書いております。これは T シャツになるんだから、T シャツになるんだから、それ用にちゃんと線が出るように、みんなを悲しませないように書くんだぞ、俺って言いながら書いてます。で、この、数字8686っていう数字は何かっていうと、これパルパルですね。はい。まあ、8686だよな、数字にしたらっていうことでですね。で、これ髪の毛にちょっとペンを入れていきます。髪の毛とかね、細くなりがちなんですよ。で、まだ細いので、また後からね、修正していったりすると思います。で、前に書き忘れてた逆側の襟も書いてですね、それで、あまりこう、線が使えないので、ベタと、ちょっとした太めの線で影とかをね、演出しなければ。この目を描き始めました。目もですね、太い線を使っているけど、
まあ繊細さは消さずっていうところを意識しながら描きました。でこの影の具合とかもね、どのぐらいまでベタを入れるかっていうのも結構この抜き差しで抜き差し、うん、いろいろやってみてますね。本当は元の絵はこの頭、おでこの奥も影で色塗ってあったんですけど、それできないので、むしろ線を抜くことでそこを奥行きを見せてます。で、今は線をこう太くしていってますね。はい。アウトラインがですね、太い方が、まあ、絵がこうくっきりはっきり見えたりするので、細くなりがちなアウトラインをですね、太くしていっています。で、こういうところにちょっとベタを入れて、ちょっと絵を引き締めようかなというところです。で、どんどんね、太くしても、ちょこちょこちょこもっとなんか、がっつり太くせんかいって思うんだけど、もうね、ビビりながら太くしてます。普通のね、漫画ってほんと大変だよね。すごいと思う、自分でもとか言って。いや、何がすごいって、私もアナログであんまりペン入れしないんですけど、アナログのペン入れって書き直しできないんですよ。で、まあ厳密に言ったら、まあ別にホワイトって言って、白インクで修正して書けるんですけど、でもボコボコしちゃうんで、うん。できないんですよね、なかなか。なので、綺麗な線を引くには書き直しがあまりできないということで、で一発で綺麗な線を引かなければいけない、漫画、本当に、もうね、あの作業は楽しいんですけどね。精神集中って感じで。で、これは、勢いの線を描いてるんですけれども、バランスを見ながらですね、描いていきます。うん。線太くしたからね、ちょっと本数減らしたりしないと。で、これはですね、一応タイヤカスとかのつもりですね。うん。はい、できましたで、これをフォトショップに持っていきます。で、フォトショップの方で元々あったデザインに重ねるんですけど、あれなんか大きい方がいいんじゃないっていう、結構大きく描いたので、いくらでもサイズ調整できるんですよ。で、大きくしたら、あ、このぐらいでいい。あ、じゃあ、これは枠がいらないんじゃないかとか、いろいろ考えてやっています。で、いろいろと考えた結果、はい、こうなりました。枠いらないと。で、最終的に文字の位置とか、この文字と文字の行間ですね。そういったものとか調整したりして、で、このロゴとかもですね、ちょっと太くしたり、このサインはなんかいい感じに入る場所がないなってことで、取りやめにしました。で、この、走り出せ、誰かのためにっていうのもね、いろいろどうしようか、どういう文字にしようか考えたんですけど、最終的にはまあ、これに落ち着き、ああ、完成しましたね。というわけで完成でーす。こんな感じ。T シャツ、白と黒、2種類あります。そしてグラス。これグラスはですね、結構気に入ってます。かわいいでしょはい。じゃあそれでは最後までご視聴いただいた皆さんありがとうございます。グッズの、購入は概要欄の URL に記載してありますので、そちらからお願いします。期間限定販売で12月16日までの販売となっておりますので、あと2日半ですね。よろしければご購入ください。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。